暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。彼女の名はアイシー。彼女には記憶も過去も存在しない。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在をアイシーは理解している。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず成し遂げるべき使命だと。ユダを抹殺する。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば必ず。ユダを見つけられることを。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すほかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー子の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。
アイシーは目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはちょっと待って、橋はどうした？そうだな、とりあえず矢印に従って進んでくれ。アイシーは飛び降りた。どうやらここは下水道のようだ。